お肉、視聴者プレゼント、行っちゃうか、たまには。たまには行っちゃうか、感謝祭として。いつもお世話になってるしな、みんなに。なんか前さ、ドズルを褒めるとお肉がもらえるやったよね。なんかやるわ、近いうち。何がいいかな。あれなんだよね。リアルな話すると、この時期までに何個配ってくださいね、みたいな、発注の仕方してるから、6月中旬ぐらいまでに、あと何個か配らないといけないんだよね。あの箱が欲しい。あの箱はもう本当にお肉でしかゲットできないから。肉より箱が欲しい。お肉も結構いいお肉だよ、あれ。松坂牛だから、松坂牛。箱グミ入れになってる。オンリーめっちゃゲットしてるもんな。グミ入れてんの、オンリー。オンリーグミ入れてんの、あの箱に。結構でかくないあの箱。何がいいと思う？一名様。ハッシュタグで、ドズル社を褒めるとお肉がもらえるんですか？いや、なんかね、そう、あいうえお作文とか面白いけど、うまい人を選んじゃうから。うん。応募殺到しそう。ああ、まあ、ランダムで本当に適当に1名にします。たまにやろう、僕。最近こういう雑な感謝祭やってないから。うん。1名は少なくないかって。いや、高いのよ。お肉。普通に1万円以上する肉だから。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。